祈っていきましょうね。必ずね、神様を癒してくださいますので、今調子悪いとかありますか？はい、体が肺炎ですか、それとも、やっぱ風邪とかも全部肺炎が変わってるんでしょうね。じゃあちょっと胸に手を置いてね、ちょっと祈って、天のお父様、今まさきさんの、体調が少し、崩れ、かけておりますけど、神様あなたがその胸に触れてくださり、神様どうぞ心が喜びであふれ、また体が健康になり、環境も祝福された一日であり一週間になるように、まさきさんのように特別に臨んでください。イエス様が働いてくださいます。あなたは癒し主です。生きておられます。イエス様の皆で感謝して心からお祈りいたします。アメン。そしたらですね、主の御霊よ、3番、主の御霊よ、今ここに触れた
イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。
行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、ツラートに犯されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も、2枚目の下着も、靴も、杖も持たずに行きなさい。働く者が強いものを与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰か適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところへ帰ってきます。一緒に見ましょう。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、また家またはその町を出ていくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。ちょっと聖書の言葉を解説しますと、神様は、イエス様をこの地上に送り、イエス様は12人の弟子を選び、その弟子たちに汚れた霊、悪霊、病気、患い、そういったものを癒したり制する、そういう力をくださった。今日私たちにもその力が与えられていると、まず信じたいものです。なぜならば、12弟子の弟子、弟子、弟子と、その弟子は私たちにまでつながっているからです。聖書はそういうふうに読まないと、ピンとこないんですね。私たちは関係ないだろう。ペテロさん、マタイさん、ルカさん、パウロさん、でもそうではない。イエス様はこの十二弟子たちに何と言ったかというと、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。異邦人には行ってはいけない。それはまずどういうことかというと、まず身近なところから、身内から近いところから福音伝道しなさい、そういう順番を言われたんですね。この一番最初の時点ではイスラエルだけですよ。でもイエス様の生涯の最後には、全世界に出て行きなさい、どこにでも行きなさい、そして福音を述べ伝えなさい。だからイエス様はイスラエルにだけ伝道しなさいって言われたんじゃないですか。他に伝道するのは良くないです。そうじゃないんですね。その時々に方法があった、戦略があった。まず身近なところから、そして遠くへ。でそこに至る時にですね、胴巻きには、胴巻きというか財布には、お金や、クレジットカードなど入れなくてもいいんですよ。なぜならば、働く者が食べ物を与えられるのは当然だ。まさきさん、これからお仕事に行きます。お仕事に行く時にね、自分で、全てお金を出して働いて、そして給料ももらわないなんてことはないんですね。働いたらその分の、対価として給料もらう。伝道っていうのはもちろん通常はボランティアです。でもその働きに専念する人、そのことだけに選ばれている人にとっては、それは働きとして認められなかったら食べていきませんから、神様は養ってくださるんだ。こういうことを実践する人がいるそうですね。伝道旅行に、例えば正樹さんと私で行こうとするじゃないでしょうか。その時にですね、もう何も持っていかない、イエス様がそう言った通りに、そして泊めていただけるところがあったら、そこにありがとうございます、ご飯を食べさせてもらって伝道する、また帰ってきて伝道する、そういうやり方もね、もちろん、いいかもしれませんね。神様は伝道というのが働きであり、その働きは神様が喜んでおられ、それには報いがある。神様はその人を支えてくださる、そういうことを教えてくれています。で、伝道するときに最後にですね、もし受け入れてくれないならば、足の塵を払い落としなさい、つまりですね、未練を残さない、
ということもありますけど、もう一つは、その責任を果たしたよっていう意味なんですね。神様は私たちに人を救わなきゃいけないという義務を負わせていません。教会を何人集まる教会に、大きな教会にしなさい、そういうようなことを言われたことはありません。神様が私たちに言われたのは、全ての人に伝えなさい、伝えた結果救われることもある、教会にたくさん来ることもある、来ないこともある。で、私たちはもう伝えたんだ、あとはあなたの責任ですよっていうわけじゃないんですね。そこまで言えるまで私たちは伝道したいものですね。まあ、そこまで言う前に、私たちは多分伝えてない人がたくさんいると思います。どうぞそういう意味でね、今日は神様がくださったそういう伝道の使命に歩んでいきたいと思います。さあ、本題に入りますけど、神様は私たちに救いをただでくださった。もう何も私たちに要求してない、ただ受け取るだけ、ありがとうございます、そのようにして救ってくださいました。しかし、もう一つ聖書には救いの他に祝福という、ものがあります。で、その祝福には経済的な豊かさも含め、また賜物も含め、私たちが与えられている、この世で与えられているもの全て、その一つ一つが祝福です。でも、その祝福はただでもらってるんだけど、でもそれはただもらいっぱなしじゃなくて、責任が伴ってんだよ。まあ、会社で働くんであればですね、給料はもらえます。でも、給料もらった分働く必要がある。と同じように、私たちは祝福を受けているけど、それは何かが求められている、責任があるってこと、そういう話のもと、今日は4つのポイントでお話します。まず第1番ね、まずですね、神様は自由意志をくださった。自由意志っていうのは本当に自由です。何を選んでもいい、でも選んだ結果の責任は自分で負いなさいっていうことなんですね。結婚なんかそうですね、誰と結婚してもいい、でもその結果幸せになるんだったら別に文句はないんですけど、うまくいかないときに、それは自分で選んだという責任があります。罪を犯したときに人間は自由に罪を犯しました。アダムとエヴァは神に従う、そのこともできたのに、あえて悪魔に従ったんです。で、その結果アダムとエヴァは死に、私たちも死ぬ存在になってしまいました。自由気ままに選んだその罪が今日私たちに影響を及ぼしているんですね。連帯責任取らされているんです。アダムとエヴァも犯したから、私たちも罪を犯したものとなっちゃったんです。本当は嫌ですよね、私たち犯してないのに。でもそれは仕方のない現実。おそらく私たちが同じ立場にあっても犯してしまっただろうと、そう考えた方がいいかもしれません。連帯責任の上、私たちは罪の責任を問われている。しかし2番目、その罪の責任をあなたが負いなさい、そういうんではなくて、神が私自らが背負う、あなたにそれを求めない、私がその責任を全部取る。で、その責任の取り方として、2014年前この地上にイエス・キリストを送って、私たちの負う罪の罰を全部十字架で背負い、死んでその罪を清算し、それで終わっただけじゃなくて、3日目によみがえって、そして罪を打ち破ってくださいました。今この復活したイエス様を信じるならば、受け入れるならば、救いの3点セットが当たるんですね。救いの3点セット、1番目は罪が許されるってことです。2番目は神様の子供となるってことです。
3番目、永遠の命が与えられる。これが救いの3点セットです。罪が許される、神の子供となる、永遠に生きられる、これが私たちに与えられている。神様が責任を取ってくださった、このことを心から感謝したいと思います。3番目、まあ、これはですね、今では罪の問題を話しました。これから祝福です。先ほどもから話した、神様は私たちを許してくれただけじゃなくて、神の子供とし祝福をくださった。創世記12章を見ると、神様は一人の人を選びました。それをアブラハムと言います。で、この一人の人を通して祝福を全世界に与える、そういう約束をされました。そしてこのアブラハムの祝福は今私たちに与えられていると、ガラテヤ人に手紙3章で書いてあります。アブラハムの祝福というのは何かというと、神様はアブラハムを祝福して、その後は神様が直接やるんじゃなくて、そのアブラハムから流れていくということです。で、今日私たちに言えばですね、神様が私や正樹さんを祝福して、その次の祝福は直接するんじゃなくて、私や正樹さんを通して流れていく。どのようにして流れるんでしょうか。私たちがその人たちを祝福し伝道するってことによって流れていくんです。すごい大きな使命ですよね。私たちが止めてしまったら祝福は止まってしまう。この北新宿の町、東京の町、九州、四国、関西、関東、北海道、この人たちがどんなにイエス様を拒んでも、私たちは伝え続けていかなきゃいけない。私たちを通して祝福が流れていくからです。どうぞ、こんな大きな仕事が与えられている、2月の9日東京都知事選挙投開票が行われる、あれのために必死に、頑張っている、前知事の猪瀬さんもたくさんのお金をかけて、後ろ盾、石原前知事の、後ろ盾があるのに不安でお金をたくさんつぎ込んで、まあ、その結果、辞職に追い込まれてしまいました。不正なお金の流れがあった。そんな必死にやる都知事もすごいでしょ。でももっとすごいことがある。それは私たちに与えられた伝道だ。私たちを通して祝福が流れていくんだ、この町に。そしてその祝福の一番大きいものは永遠の命です。私たちが語ることによってその人が救われる。都知事の任期というのは4年です。でも私たちの働きは永遠に続く。その人を永遠に生かす、人の永遠を変えてしまう、そういう働きです。3つの形があります。まず第1番目は福音宣教です。イエス様を伝えるってこと。2番目、弟子養育、伝えて信じた人を育てていくってことです。まあ、これはもう、みんなでやっていくことですね。牧師だけはやることじゃない。3番目、癒しと解放のミニストリーです。まあ、このミニストリーって言葉は、あまり聞き慣れない場合がありますけど、それは働きっていうことですね。癒しと解放を行うってこと。イエス様はこの3つを行ったんですね。イエス様はまず福音を伝えました。神の国は近づいた、福音を信じなさい。2番目、その中で救われる人12人を選んで弟子とした、育てた。そして3つ目、問題のある人、病気のある人、苦しんでる人を癒したり助けたり、悪霊を追い出したりしました。私たちはイエス様と同じようにこの3つをやって、
伝道する、弟子を育てる、癒して解放していく。どうぞ病気の人がいたら祈ってあげて、困ってる人がいたら祈ってあげて、助けてあげて、そして私たちはこの福音を広げていく、それが使命です。これがですね、神様が私たちを祝福した、その祝福されたものの責任です。与えられたものをただ給料もらってそれだけでもう、会社へ行けませんっていうわけにはいけません。同じようにイエス様からたくさんいただいた、それはタダでもらったんだからタダで使いなさい、そういうことです。第4番目、じゃあ責任を果たすためにどうしたらいいか。もうそれはですね、私たちの頑張り努力ではなくて霊力である。聖書はこう書いてあります。デカリア4章6節、万軍の主は仰せられる、これは権勢によらず能力によらず私の霊によるのである。能力というのは人間の力、また才能、あの人は話がうまいから、あの人は力があるから、あの人は癒しの賜物があるから、関係ないです。能力によらないから、そういうものでやったら本物は伝わらない。どうやってやるか、霊力です。精霊の力を持って行っていく。精霊の力を持って行うために一つ見分ける基準があります。伝道するのが難しいな、重荷だな、ああ嫌だな、疲れるな、そう感じているときは自分でやろうとしているんですね。でもお任せして、神様あなたに任せます、助けてください、私を通して働いてください、そのように行うときにそれが喜びとなり、それが力となり、それが人々の心を開き、人々を救い、日本を変えていく。ぜひこれは小さな違いのようだけど大きな違いです。私の力でやるんじゃない、能力がある人がやるんじゃない、霊力、神の能力で、神の力でこれをやっていく。祈って祈りながらやっていく、神と一緒に働く、もうこれで決まりですね。神様は先輩の、上司です。あの職場で上司の顔を浮かべてください。そうするとまああまり好きじゃない上司かもしれない、頼りない上司かもしれない、でもこの神様の働きの上司である神様、聖霊様は全てができる方です。この上司と一緒に働いて、そして福音を広げていく、流していく、この地に世界に福音を伝えていく、そういう働きをさせていただきたいと、そう思います。お祈りします。天のお父様、神様がくださった祝福、そしてそれに伴う責任が与えられたことを心から感謝いたします。神様どうぞ正樹さんの心の中に信仰を強めてください。信仰の結果、喜びを与えてください、平安を与えてください、力をください、心を強めてください。どうぞ具合が悪かったら休む必要がありますけれど、でも神様の願くはあなたが今体が疲れていたり弱っている部分に触れてくださり、癒してくださいますように、この1週間喜びを持って働くことができるように、神様一緒に、あなたは上司ですから、仕事を助けてください、日常の生活を助けてください、そして何よりも伝道の働きを一緒に、あなたと一緒にパートナーとなってこのプロジェクトを行っていくことができるように、神様の力をください、元気をください、精霊で満たしてください。イエス様の御名で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。それでは一緒にしばらくお祈りをしたいと思います。神様、私を使ってください。私を通して伝道を、永遠の命を、祝福を
他の人に流していくことができるよ。私たちを通して人々にもそれが流れていくことができるよ。私たちもただでもらいました。それをただで分け与えていくことができるよ。その力をください。一緒に乗っていきたいと思います。ハレルヤ。でのお父様、ありがとうございます。まさき様をこの朝も送ってくださり心から感謝いたします。まさきさんの健康はあなたがくださっています。体が、弱っています。疲れを覚えております。神様、特に寒さが、寒さの中で、休んでいたことで、風邪をひいてしまいました。神様どうぞその、部分に触れて癒してください。弱っている部分を強めてください。ウイルスや菌があるならそれを消滅させて追い出してください。神様、あなたが、今日一日を、働く力をくださいますようにお願いいたします。神様、この1週間も朝日さん元気に、過ごしていくことができるように神様お支えください。急激に今、ノロウイルスとインフルエンザが、蔓延してますけど、どうぞこの菌を消滅せよ。そして私たちに入ることがないようにイエスの血潮でカバーして、そして、私たちを守ってくださいますように心からお願いいたします。ありがとうございます。神様、まさきさんをお支えくださいますように。ありがとうございます。神様、一週間を祝福してくださいますように。ありがとうございます。神様、私たちを守ってくださいますように心からお願いいたします。主を祝福してください。この東京の街を、日本の国を、東アジアを、そしてこの地球をあなたの愛で包んで、あなたの愛で抱きしめて、この地球を主をどうぞ救ってくださいますように。ここに住む人たちを救ってくださいますように心からお願い申し上げます。イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。神様に感謝いたします。それでは、賛美を一緒にして、研究をしたいと思います。語り継げばや、聖歌525番、ここにも載っております。
癒しを祈りたいと思いますので、胸や弱っている場所に手を挙げてください。主の愛が今あなたを包む歌えた傷も癒される。主の愛が今あなたを包む。嘆きから死に癒え去る。傷ついた主の愛の手が動き、あなたの上にとどまる。全能の主の愛の手が包む。あなたの心を癒される。あなたの心、あなたの心を癒される。お願いします。天のお父様、あなたは癒し主であり、私たちに汚れた霊どもを制する権威をお授けになり、悪霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒す力をくださっていることを感謝いたします。これは権勢によらず、能力によらず、主の御霊による、私たちに一切人を治したり、悪魔悪霊、暗闇の世界に立ち向かったり、人の煩いを癒す、そんな力はありません。でもあなたにその力があります。聖霊様がそれを持っておられます。聖霊様と一緒に働きます。そしてそれを宣言します。病を出て行け、悪魔を出て行け、癒されよ、健康になれ、祝福を受け。天のお父様、特別に今朝疲れを覚え、また体調を崩しながら、朝起きて、そしてこれから、仕事を行く前に礼拝に来られました。神様、まさきさんの上にどうぞ特別にお支えください。その肺が、弱ってまた肺炎になってしまうことがないように、神様お支えくださいますように。主よ、お願いいたします。神様癒してください。神様支えてください。元気を与えてください。神様、あなたが
この1週間祝福してくださいますようにお願いいたします。寒さが続きます。また雨上がりでいろいろな、季節の変わり目、寒さの、真っ只中、神様、まさきさんの健康が支えられて、また仕事が支えられて、仕事が、祝福されて、どうぞ、自転車乗ったりバイク乗ったりするときに事故を遭うことがないように、また仕事中に失敗、大きな、怪我をしてしまうことがないように、神様お支えくださいますように。何よりも聖霊で満たしてください。聖霊充満になって、まさき兄弟がこの1週間勝利して豊かな1週間歩めますように祝福してください。お願いいたします。お願いいたします。神様の祝福をお祈りし信じます。ありがとうございました。神様、まさき兄弟と一緒に礼拝できたことを本当に心から感謝いたします。1週間もあなたに期待いたします。祈ったことが叶えられたと信じ感謝いたします。イエス・キリスト様の皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。それでは God bless you 称賛しましょう。 God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体と全ての営みが守られ支えられ喜び溢れるように私は祈り、God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God be with you, 神の御守りがいつでもあなたの上に注がれますように。あなたがどこにいるとしても、何をするとしても、いつでも神様が共におられますよ。私は祈りは God be with you, God be with you, God be with you, God be with you. 立ち上がって一緒に主の祈りを賛美したいと思います。います我が父よ、皆をたたえます。御国を救い出し、苦
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが揃いました。私たち一人一人とともに、今も後も、世々限りなく、あらんことを、アメン。アメン。一緒にイエス様に感謝の拍手を捧げたいと思います。イエス様お願いします。